はい、ご紹介するのは、キワヤスチューデントモデルより、キワヤ U-TRIP-01 を、ご紹介いたします。ソプラノサイズでもなく、ベビーサイズという立ち位置の、ウクレレになりますね。もう一般的なソプラノサイズよりもさらにキュッと、小さくした、モデルになっておりますね。まあ、胴体の大きさもそうですし、この弦長も、ソプラノスケールよりも短い長さになっておりますね。ユートリップっていう名前で販売しているモデルなので、まあ、どこにでも持っていけるよっていうサイズ感で、全然邪魔にならないサイズ感になっておりますね。本当にこうサイズ感は本当小さめで、ちゃんとギアペグの仕様になっておりますね。このヘッドにはですね、キワヤオリジナルの、マスコットキャラクターレレ君がいますね。はい、でこっちがですね、ユートリップ02っていうモデルになるんですけれども、パイナップル型ですね。こちらのパイナップルのデカールのシールですね。ちょっとこれはオプションで付けられるものなんですけれども、オプションなしだとこのパイナップルの、転写はないですね。サイズ感の比較としては、こっちがまあ01、ユートリップ01で、こっちが02ですね。まあ、ひょうたん型かパイナップル型かっていう感じですね。胴体の形が違うので、微妙にちょっと音の違いもあるので、ちょっと後で比較しますね。こっちが普通のソプラノモデル KSU-1 ですね。まあ、本当にサイズとしてはキュッと小さくなった感じで、で、弦長もこっちの方がやっぱ短いですよね。まあ、ユートリップは本当にサイズ感が小さいので、小さなお子様にですね、ちょっと楽器を触らせてあげたいなっていう時に、お子様にもフィットするサイズ感でもありますし、まあ、大人の方でも楽しめる、ウクレレになっておりますね。ちょっと音の比較をしていきますね。こちらユートリップ02ですね。体積が増える分ですね、ちょっとこう気持ちふくよかな響きになりますね。はい、この何とも言えない、本当にこうポコポコとした というか可愛らしい音が魅力的ですよね、ユートリップは。これ普通のソプラノモデルの KSU-1 ですね。まあ、やっぱこう音のはっきり具合が、ユートリップと比べると全然違いますよね。はい、キワヤユートリップ01。こういうベビーサイズのウクレレにちょっと興味がある方や、あえてこの小さいサイズで楽しみたい方には、非常におすすめな、モデルとなっておりますので、ぜひご検討ください。